ズちゃん。ちゃん、遊ばないの？ねえ。来たね。はい、かおりんさん。外に出るとすかさずポンちゃんが入りました。はい、ちっちゃい部屋だね。なんだか面白いオセロなのか囲碁なのか分かりませんが、白と黒で2段になってますよ。はい、ポンちゃん。ポンちゃんが外に出てきたら、こんなことになっています。今度はジャン君が、カオリンのところです。カオリンが人気があるのかな？ポンちゃんとカオリンの間にジャン君が入ると、ちょうどグラデーションになるよね。白がだんだん入ってきてね。うん、ぐるぐるいってるしね。
そうだね。うん、クッションいいですか、パンちゃん。なんでしょう。はい。花火大会の日に外で積んできた猫じゃらしご披露します。あ、このままあげんの。ほら、みんな来た。はい。そうか。カオリンはなんだってなった。初めて。でもカオちゃんも外に行ったわけだよね。赤ちゃん。アンズちゃん。アンズちゃんには、はい。なんか大人は食べてます。私たちは食べ物になってんのかい。食べてます。あ、口から出てる。食べてるっていうかちぎってるだけだね。葉っぱが食べたいんだよね。おじちゃんいいの。そんなとこで。おじちゃん。大人気でした。うん、はい、ご飯だよ。はい、ちゃんくん出てくれたの、ありがとう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、いかだね。美味しいね。美味しいです。いかだね、かおりん。いかね。そんなどこへ行ってもご飯に来てくれて。あれだもんね。お嬢さんも来ますね。いいじゃん。お待たせ。お待たせ。じゃんくん。おいしいおいしい。おいしいね。じゃんくんはいい子だね。よしよしよし。もうちょっと待ってね。ご飯だよ。はい。じゃんは誰もいなかったね。はい、どうぞ。よかったね、ハオル。さっきまでね、あんじちゃんはね、ハンモックとかね。人間のベッドとかで、アンジュちゃんも戻ってくるといいな。はい、アンジュちゃん。アンジュちゃんご飯食べる？ペロってなったよ。ご飯だよ。アンジュちゃん。アンズちゃん。アンズ
ここかな。